リュック・ポワリエは、カナダの元プロレスラー。ケベック州モントリオール出身のフランス系カナダ人。現役選手時代は、ヨーロッパを主戦場に活動。日本には1990年代前半、ムッシュ・ランボーのリングネームで新日本プロレスにたびたび参戦した。地元モントリオールのレジェンドである、エドワード・カーペンティアとジノブリットのトレーニングを受け、1982年にデビュー。モントリオールを本拠地とする岩にて、マスクド・マーベル、またはザ・マーセナリーを名乗り、覆面レスラーとなって活動した。1985年には、素顔のリュック・ポワリエ名義で、ジョバーとして WWF に出場、ハートファウンデーションや、ザ・スポイラーと対戦している。1980年代後半に投資、オットー・ワンツの主催する、クアにて、傭兵スタイルのランボーに変身。スティーブ・ライトやデビッド・テイラーなど技巧派のベテラン勢との対戦でキャリアを積み、大型の外国人ベビーフェイスとして人気を集め、1991年7月6日にはオーストリアのグラーツでブルパワーからクア世界ヘビー級王座を奪取。以降も1993年7月3日にロードウォリアー・ホーク、1996年12月21日にルドヴィック・ボルガを破って戴冠。王者時代は、ケン・パテラ、テリー・ファンク、テッド・デビアス、ザ・オーロード、ザ・バーバリアン、パパ・シャンゴ、カクタス・ジャックらの挑戦を退け、クアのエースとなって活躍した。日本には1991年1月に、ムッシュ・ランボーの名義で新日本プロレスに初来日。その後も新日本の常連外国人選手となり、ビッグバン・ベイダーことブルパワーとの因縁の対決も日本で再現している。1993年2月の来日時は、両国国技館にて、トニー・ホームと組み、ヘルレイザーズの IWGP タッグ王座に挑戦した。新日本には1995年3月まで通算6回来日し、1997年5月には格闘探偵団バトラーズに参戦している。1997年7月にクア世界王座を返上して欧州を離れテネシー州メンフィスのアスワに登場。傭兵スタイルはそのままにスナイパーと改名してヒールに転向し南アフリカの治安部隊をギミックとしたユニットトゥルースコミッションに加入。同年の末からは WWF に進出しザ・ジャッカルをマネージャーにインテロゲーター&リーコンとのトリオで活動。ディサイプルズ・オブ・アポカリプスやリージョン・オブ・ドゥームと軍団構想を展開した。1998年4月に WWF を退団し、カナダのインディー団体を転戦後、クアに再登場。同年12月19日、ドイツのブレーメンにて、ビッグ・タイトンを破り、クア世界ヘビー級王座への4度目の戴冠を果たしている。以降、クアが活動を停止する1999年12月までタイトルを保持し、同王座の最後のチャンピオンとなった。ありがとうございます。